ねずっちです。ね、いつも土屋です。土屋ね、はい、なんか矢口真理さんが今後私ね、もう10年ぐらい男性スキャンダルがないようにね、もう絶対ないように誓いますって宣言したらしいの、テレビで言ってましたね。言ってた。したらラジオで有吉さんがさ、こう10年でなんとかとかって約束するやつは信用できないから注意した方がいいってバッサリ切り捨てたっていうね、なるほど、ニュースがあってありましたね。だけどさ、あんだけやっぱスキャンダルがあった子じゃない、俺どうなのかなと思うの、はい、やっぱりなんかね、落語マニアとよく似てるなと思うんだよ。どういうことですか。やっぱりね、男子が好きってね、はい、ねずっちです。土っちです。ではまた。